M8095 トントラックシリーズは1970年代にアメリカ合衆国で開発、運用された66輪駆動の5トントラックである。M8095 トントラックシリーズは1970年代に M545 トントラックシリーズをベースに開発された66輪駆動の積載量5トンクラスの軍用トラックである。1950年代、1960年代に 生産された M54 シリーズの多くが、ベトナム戦争を通じて、損耗、消耗しており、これらの代替として、M54 トラックシリーズを生産していた、エームゼネラル社によって、開発、生産された。基本的な構造は、M54 シリーズと、ほとんど同じであるが、そう点として、エンジンは、M54A2 系のマルチフューエルエンジンから、 カミンズ車製 NHC-250 ディーゼルエンジンに換装されている。このエンジンは民間向けのトラックで既に使用され定評のあるものであった。加えてブレーキの強化やパワーステアリングなどにより車体重量は M54 系に比べ 500kg ほど増加しているものの全体として M54 系よりも扱いやすく改良されている。外観的には エンジン乾燥に伴い、エンジンフード中央部及びフロントグリルが前方に約18センチメートル延長され、M54 では右フェンダー上に装備されていたエアクリーナーが左フェンダーに移っている。フロントグリル自体のデザインも初期にはほとんど M54 系と同じであったが、後期にはパイプフレームを装着した独特のスタイルとなった。 M809 シリーズは1970年から生産が始まり、1980年からは、後継の M9395 トントラックが登場したが、並行して引き続き生産、運用が続けられ、1988年末までに、アメリカ軍向けだけで3万8000台を生産、さらに輸出向けに1992年まで生産が続けられ、 総生産数は9万2000台以上となっている。M809 シリーズには M54 シリーズと同様、レッカー型やダンプ型などの派生型が存在するほか、輸出先でも様々な派生車両が開発され、運用された。1980年には、AM ゼネラル社、ホワイトモーター社による改良パックである EMS が開発された。主な内容としては、 タイヤ空気圧の自動調整装置と、そのためのパイピングシステム、および 14.00R20 の体型ラジアルタイヤの装着で、路面の状態によって、運転席から自動で、タイヤの空気圧を4段階に変更できるという、ものであった。この改良パックは1983年頃から、キット形式で舞台に配布され、既存の M809 シリーズに適用されテストされた。 その結果、1989年頃からは、海兵隊向け M809 の新規生産分、及び M939 シリーズに組み込まれ、M939 シリーズについては同時にエンジン換装などが行われ、M939A にビッグフットシリーズとしてリリースされたが、M809 シリーズについては改良パックを適用した車両でも、形式番号は変更されておらず、 単に EMS パック装着車と呼称されている。荷台を装備していない、車台とキャブのみの形式である。ありがとうございます。